こんにちは、こんばんは、おはよう、です。今回ですね、話す内容は、今後 AI に切り替わっていく仕事と、まあ、秘書という仕事についてという形で、ちょうどね、面白い、テーマについてやってた、動画がありまして、で、まあ、将来的に一番ですね、一番 AI に切り替わってなくなっていくのが、秘書じゃないかという、ことで挙げられてたんですね。これは俺が言ってるわけじゃなくて、いろんなアンケートの結果でそういうことが出てるということで、で、まあ、秘書って何ぞやというところで、で、秘書検定ですね。今、資格で、日本の国内の資格で、取れるもので何か今、人気があるということで、秘書検定っていうのがあるらしいんですよ。で、俺思ったんですけれども、これは資格をよくやってるユーキャンだとか、なんだとかあるでしょ？あそこがなんか、まあ民間だから、民間の資格だから、そういうところを儲けるためにやってる。そして比較的取りやすいというところで、で、実際に秘書として働いてる人とか、その秘書の、まあ、なんかそういう協会の人みたいなのが言ってたのが、秘書検定って例えば持ってるからすぐに秘書になれるっていうか、なるのは簡単なんだけど、秘書の仕事として、即戦力でやれるかといったら全然それとはまた違うらしいですね。首振ってましたんで、あれなんかやっぱり、資格って意外とその資格をなんか受けさせる中間業者ね、そういうところが儲けるためにとりあえずみんなに取らせて、まあ、金儲けしようっていうところが一つあるんですね。これは医療事務の資格とかも、医療事務協会だとか何だとかいろいろあるんですから、民間なんですね。民間で自分も医療事務の資格持ってるんですね、実は。2級とか言われるやつなのかな、いわゆる。で、まあ、試験受けて受かったわけですよ。だけど、その試験を受けたからといって、即現場で使えるかって言ったら全然使えなかったですよ。一回ちょろっと働いたことがあるんで、即辞めましたけども、まあ自分にね、向いてないってね。で、話は戻しますけども、その秘書と呼ばれるものが AI に切り替わってなくなるんじゃないかと言われるんですが、皆さんのイメージする秘書さんってどんな感じかなっていうので、まあ俺も含めて多分、まあ、容姿端麗で、頭がまあ切れて、なんだろう、社長のスケジュールとかそういうのをね、ちゃんと綺麗にまとめられるっていうね。で、身の回りの世話をするということで、で、日本とやっぱり海外、外国の秘書って全然違っているようで、日本はどちらかというと、お世話焼きみたいなところと、まあ、雑用もこなして、みたいな事務仕事もしてとか、あとは人によっては、事務の延長で、もうちょっと事務仕事っていうのは与えられた仕事を、粛々とこなしていくっていう事務さんって呼ばれるものよりも、もうちょっとワンランク上の仕事やってるんじゃないかとかですね。そういうイメージがあったりするんですけど、外国では、例えば CEO とかっていうのがいたりして、要は CEO の延長上の同じような、そこまでのクラスの、スキルを求められるというね。だからその分身じゃないですけれども、その CEO がいたとしたら、そこの、まあ、同レベルまではいかないですけども、そこそこのレベルのものを、スキルを要求されて、それして仕事で対応していくということをやってるのが海外の秘書ということをなんか言ってましたね。で、日本だとまだまだね、どうなんでしょうっていうところもあって、マスコット的なね、要は容姿端麗で、とりあえず話通じなくてもいいや、みたいな。で、そういう方もいたりして、実際にじゃあ日本ではどういう採用基準なのかって言ったら、容姿とか見た目ね、見た目っていうのは、ほぼ8割採用のポイントで、使われてるらしいです。ここにも書かれてるように。で、対外的な仕事をすることが多いため、容姿も重要と。要はだから、ね、取引先とかと、で、まあなんか、会合に行く、一緒に連れて行くわけじゃないですか。それを連れて行った時に、やはり、ね、わがままボディの方で、今、なんか、いつも汗かいてて太ってる人よりも、ね、やっぱりそういう美人さんね、まあ美魔女とかそういう、ね、美人さんの方がいいわけじゃないですか。だから、それは、まあ、日本での多分、
求められる秘書像っていうか、まあ能力とかね、のもあると、らしいんですね。で、俺もよく詳しくはわからないんですが、昔いた美容関係の会社にいた時に、まあある社長がいまして、そこの秘書っていうのが、まあ女性で、まあ女性の社長と女性の秘書がいたんですけども、まあ常になんかテンパってましたね、いろいろ。だからもうナンバー2みたいな顔されてて、まあもちろん、その業務についても、まあ詳しかったりっていうのが、してまして、で、収入も、まあ、かなりね、取ってました。一般職よりも全然取ってましたんで。で、いろんな本当に、小間使いから何からもやるんですけど、そのキャパオーバーになった時に、なぜか、まあ、そこの会社はですよ。そこの会社は、俺も20代、30代前半までいましたんで、その20代の若い男の社員になんか来るっていうね。で、要は、あなたがそういう、嫌な顔一つせず、そういうことをやれば、上に行けるよという、まあ合図みたいなのがあって、その秘書から仕事が降ってきたりとかっていうのがね、実はね、ありまして。まあこれは俺の話になるんですけども、まあ俺がいた会社で、俺はその時にまだ、課長まで行ったんですけども、入社、ね、して、少し時間かかりましたけどね、でも人よりも詳しくなって、で、社長から直に呼ばれること、要は秘書飛び越えて社長から、呼ばれることもあったりっていうのがあって、そしてその社長の自宅へ行って、なんか届け物とかね、そこにお手伝いさんがいるんでね、そこへ届け物したりとか、この部屋のもののこの部屋をなんか移してくれみたいなのことをやらされたりとかですね、休みの日ではないですけども、まあ、休みの日は断ってましたけど、普通に業務の時間内であればそれでやってましたね。まあ、夕方行ったりとかっていう形で、それ終わって帰るみたいなこともあったり、まあ、時には犬の様子、ペット飼ってるペットを、その時飼ってて、今どうだかわかんないけど、死んじゃってるけど、ペットを、様子を見に行ったりとかっていうのもね、実はね、やってたり、あとは、芸能人ですね。元レースクイーンかなんかの、方で、イニシャルで言うと、ON さん。ON さんっていう女性ですね。今、女性、その方何歳なんだろう？もう50半ばぐらいになるのかな？テレビほとんどもう出てませんけれども、昔はもうタレントっていうかバラエティにも引っ張りだこで、すげえ超売れた方で、まあ美人さんだったというところで、この、ON さんの自宅マンションに、自宅マンションですよ。自宅マンションに俺が届け物ですよ。で、社長の名前言って、まあこれからこういう、まあまあ、こうこう、こういう、ね、ところの社員ですと。で、まあ、届け物に参りました。で、あとは引き上げるもの。要は、ON さんが使っていた私物っていうのがあって、まあ、ブランド物とかいろいろあるんですけども、まあ、それを、要は、まず引き上げて、で、それ、まあ、使えるものがあるので、なんか社員にね、一部配ってたりっていう、こともありました。で、そのね、荷物を取り行ったりって、また自宅マンション、2回ぐらい行きましたね。で、本人見た時にすっぴんで、身長もね、テレビだとスラッとして、ヒール履くからね、元レースクイーンですから、で、そういうか、その方の自宅行った時に、まあ、ちっちゃいおばさんでしたけどね、そう、もうね、あれみたいな。で、メイクしてないから、ノーメイクで出てきちゃって、いや、なんか、あら、こんな格好で恥ずかしい、みたいなこと言ってたんですけど、で、なんか、お兄さん、イケメンね、みたいなこと言われたりして、あ、そうっすか、みたいな、ありがとうございます、みたいなこと言ってて、で、その方の、なんか、レースクイーンで使った、その水着だとか、いろいろあるわけですよ。なんかね、それ、コスプレかなんか、誰かが使うんだかなんだかで、なんでそんなもの使うんだかよくわかんないんですけど、なんかね、おふるっていうか、そういうのはね、好きみたいでね、そういう社員たちの。その上の人、一般の社員は全然相手にされないですけど、これからのし上がっていく管理職だとか、その取り巻きね、その社長の取り巻きも、ほら、こうやらないと、生きていけない世界だったんで、ね、従業員が当時で1100人いる会社です。で、女性がほぼ、ね、美容関係なので、ほぼ女性ですね。男がその1100人中、30人から、そこらしかいないというですね、世界にいたんですけども、で、男の方、やっぱりほら、力仕事もあったりするので、まあ、便利に、ちょっと自分ともう一人いたんですけども、まあ、こう、使われたりっていうことで、で、まあ、その社長が若い男とか、まあ、ある程度イケメン系が好きみたいで、時代変わるんですよ。何年かそれやると、でっち奉公じゃないけど、そういうのやると、
今度違う、また若い20代の社員が今度声かけられて、みたいなね、順繰りでちょっと巡ってくることもあったりで、その間に、大体ね、いなくなったりするっていうところ、社員もね、本当大変な会社なんで、女性上位のね、会社でしたから、ちょっと話がそれましたけれども、こういうね、秘書さんっていうこともあって、だから日本で多分ね、残っていくとしたら、本当に社長が指示を出す前に動ける秘書さん、まとめられるとかね、あとはその会議するときは、この誰さんと誰さんと誰を呼んでとか、取引先の何さんとかね、マネジメントができるような方が多分、そういう方は残るんじゃないかなと。それか極端に、もうすべて仕事は AI に任せて、AI がやるよと。だマイセルフの仕事は自分でマイセルフでこれはできるわけじゃないですか、社長自身も。で、どちらかというとマスコット的な本当に見栄えが良くて若い女性を秘書として置いとくだけとかね。ただ、やはり、なんていうかな、手間みたいなね、マイセルフでやると、手間になるので、だからそういう、ある程度容姿端麗で、動きが良くて頭が切れるというね。で、会社の、すべて、ね、こう、実態把握している方っていう、かなりスキルの高い部分で求められる秘書が残るか、それとも、ね、AI、実務は AI でやるからいいよってマスコット的に残る、方もいるんじゃないかなって、この二択ですね。で、ひろゆきもね、それ言ってたんでね、俺も、それは言えてるなと。別に俺のこの100%の意見ではないんですよ。あくまでも。ひろゆきが言ってた意見で、なるほどな、というところがあったので、これから多分いろいろ変わっていくんじゃないですかねって。で、一つ言えるのは、単純作業の仕事はまず消える。で、自分の会社でもね、単純作業の仕事ってね、結構ね、あったりするんで、今、自動化に変えられたりとか、で、臨機応変な対応、そして、生み出すというね、こういう考え方とかね、こういうふうに切り抜けようとか、そういう考えをできる人間はまだ残りそうかなっていうところで、ちょうど自分たちがいる部署ってそこなんですよ。そこなので、まだ全然 AI には切り替わんないかなというところなんですね。で、話を戻しますけれども、そういう秘書さんってそういうイメージがあって、実際に婚活でですね、秘書の方がいたんですよ。ちょっと背が低めで可愛らしい感じの方で、一番人気でしたね、やっぱり。ダントツでしたね。もうみんな群がってましたね、男。それフリータイムのある婚活パーティーだったんですけど、50対50かなんかでやるようなやつで、もうフリータイムどうぞって言った時、もうね、その子、すごかったですね。群がっちゃって、俺も行ったんだけど、全然相手にされませんでした。それはいいや、そんなことはどうでもいいんだ。皆さんもどうですかね。この AI で消えていく仕事、例えばドライバーとかっていうのも、自動運転で今実験されてるじゃないですか。運送で、ただ単に運ぶだけ、個配は無理だと思うよ。自宅に配送するとかっていうのは、絶対なくならないと思うんだよ。AI じゃできないからね。A っていう地点から B っていう地点に運ぶとか、ただ単純に運ぶだけで、あとはね、フォークリフトのオペレーターが装着したら荷物を下ろしてっていうのは、多分、そこはまだ自動でできないと思うんだよね。そのうち自動になってくるだろうからね。来た時点でそのプラットフォームで待っていて、そのね、こうドアが開いたら自動的に下ろしてって、何番地何丁目のね、何丁目何番地のブロックへ持っていくとかっていう、そういうのはね、多分いいな、なりますよ。AI になってきます。だから物流業界とかは、改革が進んだら多分早いですね。あの辺でほら単純作業じゃないですか。ピッキングだとかそういうのとかね。検品とかもね、そういうのも単純作業になってきますんで。で、実際に、なんていうのかな、物を振り分ける仕事、物流関係の仕事も自動で運んだりとか、自動で倉庫内を荷物がぐるぐる回ってっていうのがね、島村の倉庫がやってるんですよ。これ埼玉県にあるんですけど。そういうのも、だから変わっていく時代とともにやっぱりなくなっていく仕事っていうのもあるんだよね。でもそれはしょうがないんだよね。なぜかって言ったら人口が減ってってるんで、で、今働いている中高年たちがいなくなる頃には AI が発達するわけで、そうすると、その減った分、じゃあ人間足んないじゃないですかって言ったら、そこは AI で賄えるっていう風になってくんじゃないかなっていう。だから AI に何でもかんでも切り替わる、キャーどうしよう、怖いってならなくていいんですよ。
年月がまたそこに切り替わるまで、必ず年月かかりますから、そこで、多分ね、中高年以上の方はもうその自分たちがドロップアウトする頃には、まだ間に合ってて、人が動いてないとダメよみたいなことで、その、ね、人たちがドロップアウトした頃、ね、あとは多分 AI に切り替わってたりとかっていうのはすると思うんで、皆さんどう思いますかと。AI に切り替わる仕事はこれんじゃねえかというところとか、あとは秘書さんっていうね、仕事に対して、いや、私はこう思う、俺はこう思うっていう、ね、何かこう意見とかあればですね。で、実際に秘書とかやられてる方、身近にそういう方が部署にね、接してる方とか、まあ、こんなことやってるよ、そうじゃねえよっていう、こういうこともやるんだよ、あることもあるんだよとかいうね。で、この動画の中では、見てたね、やつでは、なんか社長がお気に入りのアイスクリームを補充したりとか、意外とそういうこともやってたりするようですね。まあ、いろいろと、こう、大変な仕事だと思うんですけども、まあ、日本と外国ではちょっと違う、ね、感じのスキルが必要になってくるよっていう。秘書検定って必要あんの？みたいなところがあって。で、ただそれを取ったからってすぐに秘書として即戦力になるかっつったら、その協会の人がならないっつってたんで、いや、どうなのよ、それっていうところがあるわけですよ。まあ、そういうユーキャンとかそういうところが儲かんのかな、みたいなところですね。まあ、皆さんがね、思う何かちょっと、コメントいただけたらというふうに思います。それでは皆さんごきげんよう。じゃあね。